はい、どうも、ウィンリーロックベル、YouTube ウィンリーね。はい、カットはい、ウィンリー、YouTube あ、じゃあウィンリーロックベルでいこう。じゃあウィンリーでいこう。はい、ウィンリーロックベル、YouTube、初動画ということで、ベースのイッシーですどうもウィンリーロックベルのドラムバマスアームストロング正義のことセリジャです。よろしくお願いします。始まりましたね。始まりましたね。メイン MC 地田さん、はい、ちょっとあの MC ということでいつもやらないんですけど、ちょっと頑張りますよ今回は。頑張りましょう。やってやりますよ。はい、という感じで、あのまあ意気込んではいますけど、まあ、この動画はね結構ゆるーくまったりとした動画というコンセプトで、まあお知らせとかね、今後の活動とかそういうのをやりながら、まあ、ちょっとした、まあ、フリートークみたいのを楽しんでいただけたらなと思ってですね、はい、昔は結構やってたんだよ。あ、そう。そう、石とかが入る前、石入ってどれぐらい1年ぐらいなのかな。1年前は結構こういうのやってたんだけど、メンバーの入れ替えとかがあって最近やってなかったんですよ。なるほど。そうそう、出てなかったから、で最近表のこういう舞台に露出すること少なかったんで、ちょっと動画みたいのをこうやって面白半分ダラダラとやってみようかなっていう初回、初回で試しこれ、まあ、いつもは、まあ、ボーカルのチョンミンがね、うん、目立ったりとか、ギターのつまりがね、ソロで目立ったりとか、そうね、まあ、梅ちゃんがね、目立ったりとか、まあ、僕らはね、まあ、ベースとドラムなんで、まあ、地味っていうか、まあ、ライブでは目立たないよね。スポット当たらないし、MC も喋んないし、まあ、みんなにこう、どういう人たちかっていうのを分かってもらえてないんじゃないかなって思うんで、だから、まあ、俺ら2人でやっちゃおうかなみたいなね、まあ、これで僕らにねライブ来て話しかけてくれたりとかねしやすくなってくれればいいから、うん、ぜひともね、まあ、どういう性格かとかいうところもチェックしてもらえれば、回を重ねるごとに分かっていくと思うので、本性かねこいつそれなら俺らはねはい、ということでね、まあ、始まりましたけど、とりあえず、まあ、お知らせからいっちゃうかな。そうね、重要なやつを、うん、まあ、まず、7月25日から、まあ、ウィンリーは、月1回新曲をリリースしていきます。結構大事なニュースなのに、そんなぬるっと言っていい。俺は編集で多分テロップバンバーン。まあ、説明を芹澤さんお願いします。はい、ウィンリーが、新しいメンバーになって、あんまり曲をこう出せてないというか、やっぱ CD を作って出す時間がかかっちゃうんで、今ある曲を、まあ、ちゃんとレコーディングをしてるんですけど、前のサイドカーの時のに配信でいろんな人にいっぱい聴いてもらえたらなと思って、7月、8月、9月、10月、11月、12月、6ヶ月間、配信したいと思います、はい、それの第1弾が7月の25日に発表予定でございます。予定でございます、はい、でまたなぜ予定かというと、まだ完全に撮り終わってないです。そうですね、今7月の前半戦なんですけど、ね、でこれもし間に合わなかったら7月の25以降になるか、8月の頭とかで発表できればなと思っている次第でございます。まあ、どうなるか分かんないけど、予定ではね、そうね、7月25日に間に合わせたいなと思って、やっぱ下半期はシングルっていうか配信いっぱいやって、ライブも、まあ後で言うんですけど決まったりしてるんで、それで見に来てくれて嬉しいなと思って、はい、まあこういう感じでやっていきます。はい、第2弾、まあ、ライブ告知ですね、
今ウィンディー決まってるのは8月20日の、学芸大学メイプルハウスという場所で、ライブになります。これはね、渡辺レリカさんからお誘いいただいたアーティストに、僕はあの面識ないんですけど、松丸さんが前回のウィンディツアーファイナルに出てくれる予定だったんですよ、渡辺レリカさん。なるほど、いろいろ処理順で出れなくなって、申し訳ないっていうか、また一緒に、また一緒にやりたいよねっていうことで声をかけてもらいました。いただいて、まあ、これが決定します、はい、一番近いのがそう、ね、8月20日になっちゃうんですよ。7月とかもいろいろオファーが来てたんですけど、ちょっと予定が合わないのでやっぱりあって、でもまだ8月入るかもしれないんで、また入ったらホームページか、この次更新されるかわからないこの動画で発表するんで、はい、よろしくお願いします、まあ、詳細はね、後日、うん、いいですか、ホームページに載ってます。まあ、この、後々こう更新していきます。で、まあ、そして第3弾 そうで、そのホームページがリニューアルされます。今一生懸命新しいホームページを作っているので、それもチェックしてみてください。はい、ホームページ変わります。アドレスはそのままなんですけど、もうちょっと前のホームページが見にくいっていう声があったので、ちょっと見やすくしようかなと思って。どうなるかちょっと僕も見ないでね、楽しみですね、はい。そして、あちょっと話をお知らせ、第4弾ですね。ここが一番大事だよ、ここ。そうですね、そうなんですよ。どうぞ。あ、まあ、ですね、まあ、こんな話をしておきながら、おきながらですけど、まあ、1年ぐらい、まあ、一緒にツアー回ったりとかやってきた、まあ、メンバーのギターの翔ちゃんが、先月いっぱいで、6月いっぱいでね、ウィンディー脱退決定しました、うん、はい。ということで、まあ、現状今6人から5人になって、ちょっとね、はい、やることになってるんですけど、まあ、ライブとか、まあ、リアレンジとかいろいろして、まあ、5人でやったりとかする予定なので、ね、なんでしょうちゃんか。しょうちゃんは、まあ、喧嘩とかじゃない。喧嘩じゃない。すごい怪しいよね、喧嘩とかじゃないよねみたいな。まあよくある高校生の不一致みたいなのがあるね。なんか宇宙警察になりたいんだって、まあ、宇宙警察になりたいみたいな感じだったので、はい、ね、ツアーを回って高校生が違うって、なんか悪く捉えられちゃいそうだよね。なんか確かにね、高校生違うってなんつったんだよね、こういうね。唯一無二の親友だったね。ね、そうだよね。一心一番仲良かったもんね。あれ、翔ちゃんが入ったのはいつだっけ？翔ちゃんが入ったのはちょうど1年前、7月とかじゃなかったな。あ、そっか。去年の名古屋ワンマンの時が最初だ。あれ、この人は？俺はそれの1ヶ月前ぐらいに、うん、はい、うん、まあ、そうです、スタジオ入って、うん、で、つまりんがギター最初サポートだったんだ。そう、サポートで1人ローディー連れてきましょうかみたいなギターの感じなのかな。あ、そうだっけ。そうで、ギター弾けるのに弾かしちゃえばみたいな感じで一緒に名古屋を行ってもらった。そうだね、その後メンバーに名古屋、去年の8月の名古屋はキーボードの梅ちゃんもサポートだったのね。そうね、だよね。で、去年の9月ぐらいで全員メンバーになりますって言ってくれて形になって1年も経ちませんでした。まあ、バンドはね、難しいからね。いや、ウィンディーは多いんだよね、メン
同じエンディングだ。まあそれでもさ、あのチョンミンとセリはさ、ずっとさ最初からこういるメンバーで、ね、そうね、これすごいよね、そこ変わらないっていう、なんかね、残った感はあるよね、残ったっていうか、最初にやってた今の、なんか一番最初のギターの子もやめちゃって、2人目とか3人目とかはサポート気味みたいな、サポートでいながら、で、妻に入った、ベースは2代目で、あ、そうなの、2代目でしょ、ウィンリーって名前になってからは2代目だった、うん、ウィンリーってなるバンドになる前はその俺とチョンミンさんと一緒にやっていた、で、そっから抜けてってメンバーがまた加わってウィンリーって名前になってで、2代目、まあ、いろいろ歴史があるわけですよ、そうなんですよ、知らない、まあお知らせはこのぐらいですかね、そうだね、まとめるとなんだ、配信、そう、配信を7月25から6ヶ月間2017年下半期に攻めますっていうのと、あとライブですね、あ、ライブ8月20とりあえず決まってます、あとはホームページ、あ、ホームページリニューアルされるので、それも楽しみですね、はい、あ、で配信は、iTunes の配信とかで、購入できるのと Apple Musicと Google Play で、あの曲聴き放題のやつある、うん、もう入ってる人は無料で聴けるんで、無料でね、そうそうそう、あの聴き放題なんで、前回の配信限定シングルのサイドカーとデンディーズもそれ入ってる人は聴けるんで、ただで、ぜひとも聴、いてもらえたら嬉しいですね、で、3つ目、はい、翔ちゃん、ああ、翔ちゃん、宇宙警察になるっすね、翔ちゃん、宇宙警察になる、ギャバン、あれ、宇宙警察ギャバン、そう、宇宙警察、え、違うんです、ちょっとここはあの編集で、あれ、あれ、ギャバンって宇宙刑事じゃん、気になる、あ、シャリバンは、あれ、それは次回で徹底追求するんで次回はもう、動画が決まっちゃったじゃんで、以上、4つ、5つ4つですね、4つ、はい、ちなみに初回はこんな感じですかね、はい、そうですね、もうできればね、なんか1週間に1回とかじゃなくて、もっとすっごい適当な内容をだらだら更新できたらなと思って、あんまり集中してみるっていうよりも、あ、またやってるわみたいな、で基本この番組のメイン MC はあなたですからね、あ、私ですか、はい僕喋ってますけど、結構 MC ね、まあ多分変わると思うから、はい、町民さんとか梅ちゃんが出てくる可能性もあるので、ちょっとあの MC 交代した方がよかったらコメントに書いててもらえるとダメだし、一打クソあいつクソだな、うん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 、まあそんな感じでね、はい、はい、初回こんな感じでしたけど、いかがだったでしょうか、感想はもう終わりますよ、あ、本当に あ本当になんかこう喋り始める前は何喋ろうかなみたいな感じだったけど、喋り出すとなんかもっと喋りたいなみたいな、ちょっと喋りたいな、もう欲求がね出てきちゃいますね、なんか早かったら2回パンパンってあげたいんで、はい、そんな感じでウィンリーは活動しておりますので、引き続きホームページのチェックと、この動画のチェックと、みんなブログやってる人とかブログやってる人もチェックをよろしくお願いします、よろしく、最後の挨拶、はい、それではね、ウィンリー、YouTube、まあ、これでね、第1回締めようと思います、その終わりかな、違うそのここら辺も決めとく、じゃあ、ここら辺でね、ウィンリー第1回配信を終わらし、あ、はい、ここら辺でね、まあ、第1回ウィンリーの、ね、YouTube、配信動画締めようかなと思います、さようなら、何回締めるの